はい、皆さん、こんにちは。やってまいりました。ね、中高年用、精神用畳でございます。沖縄暑いんですけど、もうね、今、スタジオにもクーラーかけてます。もうね、日本って広いよね。雪降ってるところもあるし、ぜひ皆さん、寒いところの方は、越冬つばめ市に沖縄県に、ぜひ年末年始来てくださいね。よろしくお願いします。さあ、今年最後っていうことで、今聞いたんです。俺、来週もあると思って、まあ来週また、たまちゃんにギター持ってきて歌わそうと思ったんですけど、計画だあれ。もう、年始めだな、もう。こうなったら。はい。ね。もう、皆さん、こう、お風邪ひいてませんか？もうね、寒い、沖縄もですね、寒くなったり、またね、暑くなったり、これを繰り返しているので、私の周りでも風邪ひきさんが増えてます。ね、こういう時ってまたインフルエンザが流行るんですよ。ね、ぜひ皆さんも予防接種をしていただいて、ね、病気にならないように、ぜひご注意ください。よろしくお願いいたします。さあ、この番組ではですね、メールを募集してますよ。メールアドレスは、797@fmginoan.com です。メールアドレス、797@fmginoan.com でございます。そしてまた、FM ギノアンでは、ニューストリームとツイキャスで映像と音声をネット配信していますよ。ぜひ、ホームページから見ることができますので、もちろんそちらもお楽しみくださいね。ツイキャスも連動していますので、今日もたくさん、ツイートしてください。よろしくお願いいたしますよ。さあ、年末らしくないので、一曲目、賑やかに、楽しい歌から行ってみたいと思います。加山雄三さんの歌から、お嫁においで。はい、ありがとうございます、久しぶりでございます。銀座のエンジェルさんね、また AKB ファンさんよろしくお願いします。あ、寒いって AKB ファンさん。あー、雨降りそう。あー、そう、ここね、真夏ですよ。もうクーラーかけてますぜひ遊びに来てくださいね。さあ、今日はね、ギター持ってきたので、ボンボン懐かしい歌をお届けしたいと思います。じゃあですね、2曲目に、この方ね、最近テレビのコマーシャル出て、あ、
相変わらず元気だな、中村雅俊さんと思ってます。それでは聞いていただきましょう。触れ合い。はい、フレアを聞いていただきました。いいね、いいね。なんかね、だんだん気持ちが若返ってきましたよね。じゃあもうね、今日はもう今年最後ということですので、どんどん曲を皆さんにお送りしたいと思います。この曲はね、確かレコード大賞取ったんだっけ。ね、寺尾明さんのルビーの指輪、聞いてください。
いや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 、乗ってきた乗ってきた乗ってきたぞ。いいねいいね、あっさ、やっぱり、あ、昭和の歌っていいですよね。はい、あ、もう次はね、とっても大好きな、この人のね、この歌声、もう女性としてはすごい色っぽいこう声してますね。大橋純子さん、大橋純子さんの歌からですね、こうね、これは思い出があるんですけど、まあ、いや、シルエットロマンス聞いてください。
はい、うん、シルエットロマンスいいよなこんなあの歌を女性に歌われたらもうメロメロだろうね。なあ、いやいや、ね、あのリクエストも今来ましたんで、次はその歌をね聞いていただきましょう。まあね、かぐや姫というとさ、そう、私もあの沖縄フォーク村というあの団体を作ってまして、私たちもちょうど20歳の頃にですね、あの沖縄フォーク村という組織を立ち上げて、あのフォークキャンプとかやってですね、盛り上がってた時期があります。その時になったら、そうね、もうかぐや姫、もう私も随分いろんな歌を歌わせていただきました。じゃあ、ね、銀座のエンジェルさんからリクエストいただきました。かぐや姫のあの人の手紙。
いや、なんかライブ会場にいるような。ノリノリだったよ。銀座のエンジェルさん、うん、よかった。ね。いやこういうふうにね、お互い楽しめたらいいな。もう、だんだんね、もう、今、40代に戻ってる。60歳過ぎてますけど。もうちょっと行くと、あと30代行くかな。じゃあね、中高年のリクエストって形で、まあ、いろいろ、ね、曲も募集してるんですけど、でもこの、リスナーさんの中に AKB ファンさんがいるんで、今日はね、俺もまあ、AKB ファン、まあ、と言っちゃいいかな。高見菜のファンなんですけど、ね、今月引退するんだよね、高見菜ね。じゃあもう、それも、その意味も込めて、AKB の恋するフォーチュンクッキーを聞いていただきましょう。どうぞ。
俺も盛り上げてしまった。あの、この曲のタイトル、ね、変わりました。恋する中高年青春クッキーで。エキビマンさんから、ね。いいよね。中高年この、若い子たちの歌楽しんでもいいじゃん。いやいや、乗れますね。はい。ありがとうございます。本当に、ね、あ、そう、いいところで切れて、あ、しまったの？あ、そう、途中で切れたか。ごめん、ごめん。はい。ね。あ、こんな風にもう、もうね、あの、節操なく、いいものはいいって取り入れていこうという。もう、来年に向けてね、予防線を張っとこうということですんで。あ、じゃあ、あの、今の、まあ、アイドル、AKB ですけどね。あの、私たちの頃 のアイドルって言ったらですね、松田聖子さんが、いるよな。今でもアイドル路線走ってるよ、この人。素晴らしいよね。ね、娘さんも活躍してるけど、今、最近またあの、コマーシャルにもね、あの、松田聖子さん出てるよね。いや、もうね、50代、60代になっても、こう、気持ちと、こう、努力をすれば、ね、いつまでも若々しく輝いていられるんだな、という思いも込めて、皆さんも、花咲かしましょう。赤いスイートピー。
はい、赤いスイートピー聞いていただきました。銀座のエンジェルさんがこれに触発されて聖子ちゃんの歌次リクエストきてるさ。いやこれでいいんだ、これでやっぱりねキャッチボールですから。はい、ね、いよいよ明日がクリスマスイブね、明後日がクリスマス。はい、もう沖縄でもこんなにいい天気だったらクリスマスって感じしないよね。ホワイトクリスマスなんか望めんし。でもなんか何十年ぶりぐらいにクリスマスが満月らしいですよ。うんうん、あ、そうそうそう、あ、そう、明後日が満月だよね。そうか。じゃあ、ということは、フルムーン、あ、フルムーンクリスマスか。いやいや。じゃあですね、まあ、クリスマスを、楽しく迎えられるように、やっぱり定番といえばこの曲ですね。山下達郎さんのお宝、クリスマスイブ。
はい、ありがとうございます。いやいいね。そうそうそう、このコマーシャルね、何パターンかもねありましたよね。はい、マックス里穂さんも出てたのかな。はいね。さ あ、 あ今度はですね、やっぱり沖縄もう夏っぽいのでこういう歌がやっぱり出てくるような、サーカスのですね、ミスターサマータイム聞いてみようかな。はい、ね、ミスターサマータイム聞いていただきました。ね、こうサマータイム流したらこう曇ってきたという今日ちょっと日に暮れてるお天気が、でもね、こうリスナーさんとこうやり取りしながら、次の曲、リクエストいただきました。先ほどね、赤いスイートピー、松田聖子さんが流したんですけど、これから自分が青春時代のこういろいろ恋愛してた頃の思い出の曲ってことで、次の歌聴いていただきたいと思います。風立ちぬ。
いやいやいや、いいね、聖子ちゃん。聖子ちゃんがかけてるときに、AKB ファンさんからリクエスト来ました。石原裕次郎さんが来ると思ってなかったよ。すんごい、今、なんかね、フォークを受けたみたいでね。すごい変化球。ね。じゃあ、AKB ファンさん行くよ。北の旅人、聞いてください。はい。せーね。申し訳ありません。時間がね、最後までかけたかったな。ごめんね。AKB ファンさん。はい。今年最後ということで、最後の放送ですが、来年度、また、皆さんとですね、また、この中高年のね、青春を再びで、また楽しい、会話をしながら、やり取りをしながら、懐かしい歌を楽しんでいきたいと思います。来年、ぜひですね、今日は中高年、っていう縛りでありましたけど、やっぱり今の歌の中にもないいい曲たくさんあるので、そういうのもぶっこんでって、ごちゃまずに、チャンプル、沖縄はね、チャンプル文化ですから、そういう意味ではね、みんなが楽しめるんだったら、ね、こういうふうに、今日みたいにね、いろんなやりとりしながら楽しんでいきたいと思います。さあ、年末ですよ。いろいろと、これから、クリスマスもありますし、そしてまたお正月もやってきます。私はですね、新正月で年を取って、旧正月で年を返すという。これを二十歳からやってます。ということで、私は精神年齢二十歳なんです。だから、二十歳ばかよで違うけど。あれ、フリーダルも。ぜひ皆さんもですね、私と一緒に、年齢、実年齢はすっ飛ばして、精神年齢をですね、若々しく、また取り戻してですよ。第二の人生、それぞれこれから、楽しいことを、本当にトライできることをやっていって、心が老けないように、心はいつも若々しく、敏感に動かすように、していきましょう。また来年ですね、またこの皆さんから、ひょっとしたら、いろいろ中高年のお悩みとかあったら、お悩みコーナーも作ろうかなと思いますので、ぜひそういうのもね、お寄せください。なんていうの、
か、まあ、責任は取れませんけど、ある程度の答えは返せると思います。今年本当に、皆さんと出会えて本当に楽しかったです。来年、ね、皆さんにとって良いお年になりますように、メリークリスマス and ハッピーニューイヤー！イエーイ！